皆さん、こんにちは。製作企画研究所、プロジェクトオリーブ、株式会社、トライユカの中島ユカです。中島ユカのそこまでユうかの時間がやってまいりました。まあ、というわけでですね、最初のですね、ずぶ濡れになった私のあの、写真をね、ご覧にな,のなっていただけたらわかるかと思いますけれども、まあ、メイクしていたってですね、 もうはっきり言って意味ないしっていうぐらい、えー、今日はですね、えー、お仕事中に、えー、あのような雨にたたられました本当に寒いです今日もあのすっぴん顔でですね皆さんに、えー、配信をしておりますで、えー、今日の,あの話題というかサムネイルなんですけれども あの伊藤詩織さんとですね山口紀之さんの、まあ、今回のこの裁判でまああのそれぞれにね、えー、どちらかを、まあ、あの応援するっていう人が、まあ、当然その出てくるとはそれは思うんですけれども、えー、と私はねあの最初からね申し上げてますように、まあ、あの山口ゆ之さんをあのぜひ今回の裁判であ勝ってもらわないと、ね、いけないなというさまざまなやはり理由があります。 彼にもですね、もちろん支援している人や応援団は、まあ当然いらっしゃるわけで、今日はですね、その中でも、こんな分析されると、裁判所がですね、一審判決もう一回やり直さなきゃいけないなっていうぐらい、ものすごい分析力とでですね、ブログや、それからツイッターでですね、えー、公開あのされている方を、あの、ちょっと今日はね、 ご紹介をね、したいと思います。ここまでのね、あの、しっかりとした分析をね、されている情報が拡散されないと、やっぱり山口さんのですね、名誉に関わるなというふうに思った次第なんですね。で、えー、っとですね、ツイッターネームではですね、そのまま私読んでたんです、しばらく。あの、理算派さんって言ってね、何なんだろうな、でもなんか意味があるんだろうなと思って、まあ、ご本人にね、 あの、ちょっとお伺いしたら、リザーニャさんだっていうことで、リサネーでもいいよっていうふうに言われました。あの、すべてこちらにですね、彼女の、まあ、ツイッター、それから、あ山口のりゆきさんのですね、今回の裁判を、ものの見事に、え、いろんな、あ、情報でですね、あの、分析をされていて、えー、あの、外部リンク、それから裁判資料、 リザーニャさんっていうのは非常にあの海外からのね情報も非常に信頼できるねあの情報をあの取れる方なんですね。しおりさんね、こんなねあの裁判資料がねもう何枚も何枚も真っ黒欠検になってますけど正直思いましたよ。このリザーニャさんにこれだけ分析されるとあ、これね伊藤さんがね勝てないなっていう風に 思うほどの資料の内容となっています彼女はですね、えーまあ、山口紀之さんを、まああのー、応援するという女性のグループを、ねえー、作っておられてその中でね、あのー、いろいろ研究されたり裁判資料をね徹底分析を、あのー、されていますただ単にね、あのー、そういう資料を、あのー、元に、えー、試験でね 分析するっていうだけじゃなくて、やはりあの、彼女のその鋭い分析力がね、やはり見てても非常にあの、我々も参考になるな、というものです。今私はですね、数名のですね、えー、信頼できる仲間で、えー、山口さんを応援するという、あの、当然、あの、グループを作って、えー、今運営しているところなんですけれども、いかんせん、 やはり、えー、横槍が入ったり、えー、誹謗中傷というのもやはりあったりするために、今はですね、とりあえず非公開という形にしてます。で、えー、メンバーもですね、今のところ、あの、非公開という、あの、形で、えー、今行っています。あの、本物からエセまでって言ってね、 いろんな人紹介しますって言って、あのタイトルのね、副題についていますけど、衛星がいるんですよ、衛星が。そんなにね、頭はね、あの、良くない連中なんですけれども、私は3月27日、それから4月の6日ね、この2回にわたって、えー、東京の高等裁判所に行きました。あのー、少なくともですね、高等裁判所の前でね、ライブやって、 中に入らず、裁判資料を閲覧もしないで、あたかもしたのよ、あの、したっていう風に、嘘こいて、YouTube で配信なんてね、私ね、まず人としてできないんですが、そのエセ連中はですね、どうも、この中島ゆかは、実際には、あ裁判資料な,など、閲覧とかね、できないのに、できたという風にして、世間にお騒がわせをして、 そして、えー、実際には、ツイッターからの、いろんな、あ情報を抜き取って盗んでいるだけの女でした、みたいなね。こんなことを書くようなエセの連中がいるんですよ。どうです、皆さん。頭にはきますけど、まあ、本当に、あの、バカさ加減すごいので、まあ、笑ってしまうっていうところなんですけどね。はい。ですけど、あのー、 皆さんもね、注意していただきたいのは、インターネット上、それからこの YouTube とか、あの動画もそうですけど、根拠がないのに、著しく個人を特定し、えー、SNS 上で、あのー、こういう形で、誹謗中傷した場合ですね、えー、これ本当に弁護士をつけるとかなり、えー、罪は重い。ということをね、あのー、まず申し上げておきます。 のに、裁判所に行ってもないのに、閲覧もしていないのに、閲覧しましたという大嘘をつくなんていうことは、それは絶対に、あの、しておりませんし、東京のですね、高等裁判所に行くと、私の閲覧した記録というものが見れます。なので、堂々と証拠がありますので、私がね、ええ、って、 いいないのに言ったかのようなことを言ってそしてツイッターのねあのー、情報を抜き取って盗んだだけだみたいなねことを本当にあの書、ー、くねあのー、そういうエセ連中もあのいるということでしたらですね東京の高等裁判所に行けよよ話ですよ、えー、そういう連中のですね公開されている SNS 上にね記載をされている情報ですのでこれ全部ね記録に落としています。 今更ね、あのー、消したって遅いっていう話で。もう私もですね、中国のね、この武漢ウイルス、もしかしたら、自分もいつ、本当に、えー、ウイルスに感染するかもわからないという、こういうリスクギリギリのね、えー、生活を、あのー、しながら、でも、あの、自分の、あのー、大切なライフワークとして、山口さんを支援して、えー、彼を絶対に、高訴訟以降の裁判では、逆転訴訟をね、 やっぱりあの、してもらわないと困るというのはですね、もちろん彼のジャーナリストとしてのその名誉もあり、あの、名誉をね、守るというのもありますが、以前ね、あの、YouTube でもお伝えしたと思いますけれども、これね、個人のあの、ツイッター貼れたのね、そういうあの、単純な裁判ではもうないということです。これは、ああ、日本のね、えー、国家のやはり、えー、政治や、 いろんな思想、そういうものがですね、非常に、あの、実は複雑に絡み合っている、あの、そういう中に本当にこうある、あの、裁判というふうに私はやはり、あの、捉えています。の正しい人が正しく審判を受ける。そして、間違った人は、それなりの、あの、裁きを受ける。という、えー、結論を、やはり我々もですね、参加し、えー、関わっていかないといけないな、と。 いう、えー、動機で、えー、私はですね、いろんな角度で、えー、今この活動をねあの、しているところです。本当にテレワーク的なね、えー、ウェブ会議的なあ形で、えー、グループのね、メンバーとはいろんな会話、コミュニケーション今取れてますので、まあ、本当にね、どっかにあってね、一堂に返さないと、あのー、こういう、あのー、支援のね、活動が遂行しないということではありません。ただし、 え定期的にですね、えー、高等裁判所の方にはですね、閲覧チェックにはあ今後も行こうというふうに思っております。さて、えー、リザーニャさんのですね、あの、ハテナブログだとか、それからまあ、ツイッターのですね、いろんな皆さんのコメント、私のコメントもね、あったり、あの、リツイートありますけれども、これね、やっぱりこういう 何ページカーボン紙があるんですかっていう、こういう閲覧制限をね、しないと勝てないような、人とのその裁判に疑問を覚えている人、それから、もうこれは怪しいなぁと思う方はですね、えー、どうぞあの、リザーニャさんの彼女のやはり派てなブログね、これしっかりね、やはりあの、目を通してほしいなと思います。えー、私はまあ、あの、彼女ともね、コミュニケーション、あの、普段から取らせていただいてますけれども、 我々はですね、えー、またさらに、えー、チームの中で、えー、この裁判をですね、えー、まあ、見守りつつ、そして、えー、おかしいじゃないか、これはっていうこと。そういうことはですね、この、えー、YouTube の中でも、あの、どんどんと、えー、皆さんとともに考えていきたいなと思っております。はい。今日はですね、えー、リザーニャさんのですね、あの、派手なブログや、 いろんな彼女のですね、えー、山口のりゆ之さんをあの支援されている取り組みをですね、ご紹介させていただきました。エセのことはもうどうでもいいんで、あの、はっみたいな感じでね。で、そういうエセもいるということをですね、あの、ちょろっとね、知っておいていただけたらなというところです。さて、えー、気温もね、非常に変動しますし、相変わらず、えー、ウイルスはまだ、えー、蔓延している状況ですので、 どうかあ、免疫をね、あの、落とさないようにえ、しっかりと頑張ってまいりましょう。ではまたお会いしましょう。